今回のですね実践機種なんですが、なんとですね、私の大得意のパティスローでございますね。第1回目のゲストの方がまた来てくれて、ね、全然変わってねえの。え、何が全然進歩してねえの。なんでなんかそれモザイクとかじゃないんで、これがどんどん増えていって全部足したゲーム数が、なるほど、右は適当でいいよ。スイカ、あ、激アツじゃん。もしかしたら強スイカなのかもね。わかんない。さあ、お互い熱いよ。初めて見たよ。8点。あ、キセルじゃないですか。あ、全然押せてねえ。全然押せてねえ。今回の収録ホールは愛知県名古屋市中川区にあります乳銀直営店パーラー乳銀。乳銀最新機種 CR 戦国、戦国パチスロ花の刑事、戦極めし歌舞伎物の宴を筆頭に、パチンコ全354台、スロット全122台が連日絶賛稼働中。パチンココーナーは前代パーソナルシステムですので、スマートにご遊戯いただけます。パーラー乳銀の姉妹店、低菓子パチンコ専門店のパーラー EX でも、乳銀最新機種を筆頭に低菓子パチンコ全288台が連日絶賛稼働中。もちろんパーラー EX も前代パーソナルシステムを完備しております。さらに両店ともに地域貢献の一環として店舗周辺のゴミ拾いを定期的に実施中。皆様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。よし、これはいいでしょう。前田刑事ってめっちゃ熱いんじゃないですか。当たりじゃない。え、当たりなんですか。わかんないわかんない、見たことない。当たりなわけねえか。熱い演出なんだね。でもこれ外れたら私相当へこむんですけど。しかも赤セリフだしね、まあ、激アツだから大丈夫じゃない。おめでとうございます。いただきました。じゃあ俺も狙おう。伊達さんだけど頑張れるでしょう。ドーン、え、あー、よっしゃ、すごい、やりました。こちらもボーナスです。いいですね。あ、しかもこのゲームでチェリー引いてる。ジャックチェリー、二人仲良く、いいですね。いい絵ですね。いや、最高ですね。仲良しじゃないですか。仲良しで、さすが手袋パワーが違うな、ね、あるな。白がもんと見えないや。白赤の塊だ。赤7狙えばいいよ。赤7狙えば見えるなら。あ、ここはお先です。チャンスベル、バーン、バーン、オッケー。あ、難しいよ。あの、ベルでも好機を取っちゃうんだね。どう、うわ、簡単に乗るんだね。結構結構簡単に乗るんだね。やっぱ ART 引いてその最中にビッグ引かなきゃダメだ。そういうことなんですか。そういう台だ。なるほど。今これ彼女財布置いてトイレ行ったんですけど、これウーロン茶にしといたら気づくんですかね。あれあれみたいな。ちょっとこれ隠しとこう。このウーロン茶なんですか。え、お、知らない。知らない。あ、誰だろう。これ誰のですか。誰のだ。もらっちゃうぞ。置いてあったよ。もらっちゃうぞ。そんなことやってたらいつもそんなぼんやりしてんのか。え、わかんない、何のこと。命の次に大事なものを失ったんじゃないのか、あなたは。え、それ次に大事なもの。
何お金お金どうしたの今お金なくなっちゃった、まあ、ここはなくなってるけど大丈夫なのかそれで。あー、財布がない財布がないよ。チャンス目かな。さあチャンス目です。ドーン10。まあ10でもいいや。いいなあ、終わんなくて。これで ART じゃないや、ボーナス、あ、赤字高い。あ、外れが出てるからこれ多分ボーナス当たってますね。へー、 ART ってほら普段外れ出ないじゃない。 ART って外れが出ないんですよ、はい、リプレイかベルがいっぱい揃うんだけど、不意にこういう風になんかそのチャンス役出た後に外れ目が出たりすると、あ、ボーナス逆に熱いっていう、こういうところで面白さを探っていくのがパチスロ。パチンコと違って受け身にならないっていうか、自分でこうなんかあるのかなって探っていく感じ。あ、なるほど、確かにそうですね。そこはちょっと違うかもしれないね、パチンコとは。まあ、自分でやってる感強いですね。そうそうそう、もう完全に当たってますね。あ、当たった。すごいよね、あんな細いのでさ、大砲ぶった切っちゃったらさ。どういうことなんですかねどういうことなんですかねARTC のレギュラーはどうなんだろうか。待って、なかなか赤まではいかない。あー、直江殿だ。あ、えい、お、いけるのでは。ビュー、お、はい、ART やりましたね。やりました。直江殿、嬉しいな。伊達消えたじゃん。あ、消えてた。いつの間に消えただろう。マジで気づいてねえのか。マジで気づかなかった。もう一生懸命なんです、ここを見るのに。そうだよね。さあ、青を狙いましょう。 でも狙わなくても、はい、揃わなくても大丈夫なんだけど、まあ、一応狙った方が。でも青すごい分かりやすいんです。本当？青は大丈夫。あれどうなんだろう。真田10。もっといけたよ。お、終了。え、どのぐらいだ。50ぐらいかな。お、あ、60。倍じゃん。え、さっきの倍。倍です。一発目のやるの倍。ああ、エクサモードいっちゃった。まあ、最低 50% で戻るからね。2分の1で戻るから。さっき戻ってないからさ、赤文字多分チェリーかスイカがなんか。オッケー、右は適当でいい。あ、やったじゃん。あ、ボーナス、ボーナスもしかしたら引いたのかな。わかんない、回してみないことには。とりあえず復帰は復帰、 ART には戻る。ああ、それで戻ったんだ。だからスイカとか引くと熱いんだね、あそこで。よかった、とりあえず。よかったね、はい。やっぱ伊達は弱いね。いけないよ。ほら、がい、がい。あー、岩部一人。あー、あー、おー、これはいいんじゃないですか。パチンコだと結構熱いですよ、これ。パチンコで考えると多分パチンコでね、熱いやつはパチスロでも熱いと思うよ。これパチンコでありましたよ。結構上まで行ってるけど、どうなの。当たり、当たり、当たった。レインボーになってます。レインボー。おー、戻りました。嬉しい。やりましたね。やりました。あー、またなかなか行かないね。なかなか奥村殿も行かないんですね。
ケーモン出ないね。はい、あ、お、でかい、でかい、最高記録じゃん、最高記録、嬉しい。だ、何なんだよこれ何がどうなれんだろう。あ、ここか、ここか、あ、ここか、それか、たまりゃいいのか、あと1個か、1個、じゃあ、あ、たまった、たまった、たまった、見えにくいけどカメラだと。やった、これで成功すれば、モノノフの舞、はい、さっきほらポコさんが言ったやつ、ポコさんが言ったやつよ、行ったでしょ、あなた戦あたり行ったでしょ、戦あたり、うん、もう過去は振り返らない、振り返らない女だから分かんないよね私はごめん、俺が悪かった。ラスト、あ、赤い本が赤いぞ、後乗せがあんのかな、おー、当たり、え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 、なになになに、あ、いきなりもう継続ってこと、え、当たり、いきなりリセット継続ってことかな、あ、そうだそうだ、よかったですね、やりました、すごいすごい、いや抜けないっすね、抜けないっす、ラスト、お、私何回かスイカ引いてたんですけど、お、そういう感じなんですかね、なんか固めて引いた方が多分いいと思うけど、あ、終わっちゃう、あ、嬉しい、あららららら、奥村のところとか行きたいですけど、30で終わりです、やっぱ伊達だと弱いね、なんでやっぱり真田は殴りキャラなんで、殴るか殴られるかどっちかだけだったんだね、今までスロットでもそうなんですね、ぶん投げ、ぶん投げていっぱい飛べば、ケイジの顔は普通の顔だもんね、あ、あ、もう来ない、来ないよ、助っ人来ない、頑張って、あー、あー、残念でした、でも結構出たよ、すごいですよ、だって1830枚、まあ、こんな1回目の ART がこんだけいけばいいでしょ、いやもう最高ですよ、上等な結果だと思いますよ、いやいいな、頑張れ頑張れ、いたー、気持ちいい、これ大好き、この流れ、じゃあいいもん引けたところでご飯行きますか、ご飯行く、あ、やっちゃうんだ、やっちゃうんだご飯行くってんのに、ポコトーク、さあ始まりましたね、はい、ポコトーク、さあ始まりました、恒例の一番のポコトーク、一番のメインコーナー、醍醐味、醍醐味始まりましたけれども、はい、私今回ですね、マリモ大先生に聞きたいことがあるんですが、はい、大名人みたいになってますけど、私、まあ、1年半近く前にお会いしてすごかったじゃないですか、はい、で初 MC の冠番組だったわけですよ、うん、はい、全体的に、はい、私どうですかね、成長してますかね、特にスロットと か, なんか強調しますね動画でパチスロットのあれ初めて、初めてですね、で今日はそれから何回か経て今日、そうですね、その後に一回あのパチンスローを全く打てない3人組でなんかミニコーナーみたいな、スタパーの番組で番組中にミニコーナーみたいな感じでジャグラーを打ったんですけど、 それぐらいかな、あとはポコパチで、その後三国志をモロゲンさんなんでやって、はい、じゃあ全然打ってねえじゃんこの前ジャグラー打ちました、そういえば、だってだからジャグラー打ったらすごいみたいになってるけど、ジャグラーなんかいっぱいあって色が違うくて、バーンね
なんかピンクとかいっぱいあって、ラップの位置も結構変わるから、ね、あ、そうですか、なんかいろいろ違うのがあって、なんかよく、まあ、何に座ったか、アイムジャグラーって言ってたかな、一番ベーシックなやつを座ったのね、多分アムジャグラー F みたいな感じの F 何ですか、わかんないです、 F みたいな感じの F は多分ないと思うんですけど、ないですか、なんかアイムジャグラー何とかって、 F 何ですか、やっぱ天才なんですよ出ちゃうんですよ、出ちゃう天才の片鱗が出ちゃう、いや多分私があのガチでスロットやり始めたら多分相当やばいと思いますガチでやり始めたら相当やばいって、もうバカの発言ですよガチでやり始めたら相当やばい、頭の悪い人はぁ、30? だてはペース痛いな、だてはなかなか化けないね、化けないですね、びっくりさせてくれない、あ、真田の六文銭だ、真田の六文銭だよ、あ、そういうことか、え、あ、行ったじゃん、やったね、戻した、いや戻すな、うお顔がいい顔、ちょっとやばい顔してるね、ちょっと行っちゃってますね結局30だったね、結局あの伊達と同じでした、あ、ほら来た、いいタイミングで引くね、あ、しかも今日、あ、チャンス目だ、あ、来た、押してください、全然ダメじゃねーかなってから押してましたよ、もう、あ、来た、前田圭司、赤い、いいね、さっきの私と同じパターンです ね、いいタイトルだね、これね、いいタイトルだ、はい、かっこいいね、ケージはやっぱかっこいいですね、なんかすごいいい数字ばっかりあった、大フレモノ、なんだろう、ボーナスだ、大フレモノいきました、こちらも嬉しい、また同時に、同時いい絵ですね、いい、ビッグでお願いしたいところだな、中押し、あの固まってるところですよね、そう、赤白固まってるところ狙えば大丈夫、チェリー引いたりスイカ引いたりもったいねえな、お、なんだなんだなんだ、この追加で昇格したわけじゃないもん、白7でした、俺もこれ引いて、はい、結構乗ったから、やっぱこれ引かなきゃダメなんだよ、ART 中に、よし頑張ろう、これかっこよくない、この絵、あ、ゲーガー、私この直江殿大好きなんですよ、この上から見下ろしてる感じの、これは奥村さん、奥村殿もいいですね、これやっぱこうなるとかっこいいね、真田とかも、みんなかっこいいですよ、これ、ね、一番昇格イケメンになってるの多分、あ、伊達さん、伊達さんかなり昇格してる、確かにね、やっぱこの初代刑事が大好きだったんですけど、特に100万石見たさにね、めんちゃん頑張ってましたから、あ、なんか確か通常時のビッグは、これを引くほどベルベルリップ引くほどモードアップが期待できて、モードアップするほど ART の可能性が上がっていくと、お、来た、直江さん、あ、赤まで行った、もうこれはいただいたでしょ、多分 ART の期待度70%以上あるな、早いっすね、やるでしょ、すごいな、やっぱ違うな、大先生だから、戻すよ俺 ART、 さあ、赤まで行って、これでどういう風に告知されるんだったかな、あ、当たったでしょ、これで当たったわけじゃないのか、あ、こっからさらに行くのね、大丈夫でしょう、よいしょ、やりました、60、60、
70。すごい。真田の今日自己記録。自己記録。真田の一番の記録じゃない？一番ですね。最高記録。すごいすごい。あ、終わりがない。でも10しか乗らないのかな。あー、エクサ行っちゃった。あ、また終わんない。100いった。多分。え、すごくないですか？100いった、100いった。見せますね。見せますね。えい。うわ、いい音がいいな。100ゲームでございます。私も3桁出してみたい。多分、継続率でやってんじゃないかなと思います。真田も。伊達もそうかな、多分ね。継続率だと思いますよ。なおえ殿、来ない。ダブッシュ、やられた。あれ、なんか赤い。チェリー？あ、チェリー、チェリー、チェリー。もしかしたらそこでドカーンあるかもよ。あれ、よくわかんない、急いちゃった。あ あのカッコつけても全然合ってなかったからでも有馬さんよりは大丈夫だと思うんですけど。やめよ、俺たちも やめよ、あれやるの。そうですね、できないから恥ずかしい。だな、恥さらしになってるわ。さなだ。青かーん。うわ、これはこのホタルのカッコイン珍しくない？おー、行った。行った。あ、あ、滑った。強水化だろこれ。お、マリムさんも大チャンス、大チャンス。私も成功しましたよ。赤七が揃うとかないよね。それはないか。さあ、強水化ですよ。あ、よっしゃ。でも10か。さらにボーナスあるんじゃないのこれ。ほら、滑ってきた。揃えちゃうよ。ドーン。あー、化けか。レギュラーございました。あ、ダーン。あ、一緒一緒。一緒ですか。一緒です。すごい。おそろおそろ。あんまり嬉しくねえよ、レギュラー。50何枚40枚ぐらい。まずい。はぁ、終わっちゃうよ。はぁ、終わった。でも2000枚超えたよ。すごい。使ったのがね、400枚かな。だから1800枚くらいはプラス。まずいな、600ゲーム台ですよ。もうてか私飲まれたんですけど、あんなに頑張って出したのに。あんなに頑張って出したのに。すぐだよ、ショック。どうすんの。あ、え、これはいいよ。あの、なおえ降格ステージ、降格の可能性が高いステージで強水化、これはいいぞ。なんとかまずボーナス、私の代わりに何か出してください。いやいやいや、主役が頑張んないと。頑張ってるんですけどね。あ、いった、赤までいった。これは当たるでしょう。初めて見た、初めて見た。風磨小太郎。あ、間違えた。ドーン。あー、いった。すごい。やりました。当たった、当たりました。すごい。ようやく見せますね。見せますね。やりましたね。ボーナスでいいのかな、これは。それとも ART なのかな。あ、ボーナスだ。やった。いやー、なかった。616?5? あー、化けか。レギュラーでございました。あー、ちょっとこれが最後かな。これでどうにかできなかったら終わりだね。
あ、おー、いきなり極め、すごい、こんな時にやだ、すごい、あなたがもう戦線離脱仕掛けてるのに、私今応援に接してる時だったんですけどMC が応援する番組斬新だね。だって出ないんだもん。そうだよね。じゃあ当てるよ。お願いします。いきなりこっから始まるってレアだと思うんだよな。ボーナスはないか。当たった。普通にやった私がダメでも丸尾先生がやったりゃ終わりました。終わりました。当たりました。終わりましたって何ですかさあ引きましたよ。ボーナスの90ゲームで、続かないね。音とさ、音と結果があんま伴ってないよね。伊達のってその出てくる音と結果があんま伴ってないよね。なんかすごいことをやったような、すごいぜみたいな。落とした30とか伊達さん、さあ新刊、そろそろ新刊開いてほしいね。いい加減に。あ、なんか引いた。あれ、あ、50か100じゃん。よっしゃ、100いきましょう。で、100いこうよね。あ、強水化だ。これボーナスだったらどうなんだろう。いや、100じゃねえのか。これボーナスだったらどうなんだ。あー違う、ボーナスじゃないんだ。70。伊達さんにしてはかなり、まあ、まあ、伊達さんにしてはねでも結構いい役引いた割にはだよね。あ、そうなんですか。なんかさ、こういう風にされるとさ、自分の彼女と一緒に来てなんかダメなさ、ダメな男じゃない。なんかデート中に、そう、女を脇に座らせてちょっと打ちたいからいい、そうそうそう、みたいな感じで女の人は全然打たなくてで、席を占拠してて、占拠してるし、どう全体的にダメなやつ。絶対ダメなやつ。はい、実践終了いたしまして、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、私は良かったじゃないかなと思うんですが、良かった、うん、合計さだま、さだまいか、1人いい感じじゃないかなと。1人だけじゃなくて、あなたの結果ではなく、うん、そうです、いいんじゃないかなと予想してるんですが、はいはいはい、じゃあとりあえず1人ずつ、結果の発表していきたいと思います。はい、では大先生からお願いします。はい、私投資が400枚でした、はい、で回収が1600、お、1600?31枚なんで、1231枚のプラスです。あー素晴らしい、4桁プラスですよ今日は。さすが、やりましたね。1050枚。お、なんか昔の消費税みたいな感じですね。1050円、1050円みたいなねみたいな感じなんですが、はい、ただただだいぶね、だいぶ頑張ったもんね。すごい買ったんだから、ね、いっぱい出たんだからそうだよね。さあ気になる、さあ気になる出玉、出玉、出玉はですね、明るいよね。いつでも明るい。いつでも明るいポコミ。安心してください。いいね、出てません。出てませんから。はい、出てません。2人のね、合計合計枚数なんですが、はい、なんと、なんとプラス、プラス181枚。なんとっていうほどのね。いや、ビッグ1回当たったら204枚出てくるんだからさ。それより少ないですよ。私はなんか50枚くらいしか出なかったので、ね、レギュラーだからね、ばっかりだったんですけど、まあ、でも、まあ、結果良ければ全てよしじゃないですか。プラスが終わったからね。プラスだっただけいいんです。もう久しぶりなんです。そうそうそう、プラスが、ね、嬉しくてたまんないんです。私はこの番組でね。そうなんですよ。よっぽど険しい道のりをこの1年半ぐらい合わなかったね、期間に味わってきたんだね。そうなんです。ありがとうございます、はい、というわけでじゃあゲーム、はい、ゲームの方やっていきたいと思うんですが、まず今回のゲームは何ですか。内容はですね、はい、バン、お、天武の極み、極み、極み、極みチャレンジ、はい、実践結果によってクリアとなる上乗せゲーム数が変動。なるほど。天武ってあの100ゲーム以上ずつこう乗っていくような上乗せなんですか。もののふの前で刑事が選ばれたりフリーズしたりしていくやつ。めっちゃいいやつですね。一番の
目玉ですよこの台の。今日は出なかったですね。出なかったですね。ちょっとね、出したかったですね。で難易度なんですが、はい、今回はプラス181枚なので、うん、ここですね、緑プラス1から2000枚のところになります。はい、じゃあ行きます。700ゲーム以上、これはどうなんですか先生。これはね、あの2人で1回ずつやって、はい、合計だったら、まあ、そんな難しくないと思う。多分平均が300半ばぐらいなんですよ、これ1回の上乗せ、その平均値が350とかそれぐらいだから、まあまあいけるかなって。でも1人でこれやるってなると、だからその平均値の倍出さないと到達しないんで、これの引きがかなり、ね、求められる。ただほら実践上貯めたじゃん、今日引き相当貯めたじゃ ん、 そうなんですよ。今パワー貯めて貯めて、ね、貯めてるじゃん。だから多分あるよこれ。だから1人でもしやったとしても、はい、いけちゃいますね、多分やれると思う。それでは、チャレンジゲーム、引きを貯めている私がね挑戦したいと思います。はい、そして特別にですね、この天部の極みっていう状況にしてもらったんですけれども、今もうその確定してる状況だね。確定してる状況っていうことで、ね、これはどういう、具体的にどういう状態なんですかね。天部の極みっていうのは、まあ、一番強い特化ゾーンで、はい、約 75% で3桁上乗せがループしていくという状況でございます。素晴らしい。だから毎回100ゲーム以上乗っていく、75%、まあ、トータルでね、75% の抽選クリアすれば、はい、100ゲーム以上ずつ毎回乗っていくんで、4桁上乗せとかもあると。なるほど、4桁。私今日3桁すら見てないんでだいぶ飛び越えるよね。飛び越えていきたいと思います。はい、それでは、はい、打ちたいと思います。はい、頑張ってください。はぁ、ドキドキするよ。まずは7ですね。7を揃えて、得意な青7を揃えてからですよ。得意ですから私。えい、え早すぎたね。え、まあ、でもそんなにシビアなんですか。いや、だから4コマしか滑んないからね、パチスロは。残念ながら早すぎたの。まあ、でも大丈夫。とりあえず、ね、狙ってみたらどういう形になるのか。あ、なかなか斬新だと思うけどもこういう形で、で、まあ、とりあえず最低100は乗るから。はい、あ、そうか、その前にこれがあの、はい、その乗せたゲームをマイゲーム表示するモードが通常モード、はい、で乗せたゲームのトータルを最後に出すのがこっちなのね、あと告知で。まあ、今回は多分こっちの方がゲーム的に面白いと思うので、そうですね、こっちを選んでいった方がいいと思う。分かりました。じゃあこれはこのまま決定ボタンを押すか、うん、決定でいきます。はい、はい、じゃあ、 あの最初はまあ必ず乗るんで、ここはあ、なるほど、まあ、チャンスよく引けばさらに一気にその100より上が乗る可能性があるから、まあ、マイゲーム気合いの入れどころだけど、ここで終わることはないです。わかりました。じゃあここはちょっと安心していいわけですね。はい、そうで、押し順に従って ここですね、まあ、ここは乗ります。ここはシャックで、終わる条件がリプレイかベルを引いた場合に終わる可能性があるから、はい、まあ、とりあえずそのリプレイとベル以外を引けば終わらないし、はいはい、一気にたくさん乗る可能性もある。スイカとかシェリーとかね、頑張ります。引ければ、なかなか引けないと思うけどね。いきまーす。はい、じゃあ行ってください。緑だぞ。緑だから、あ、赤に変わった。赤悪くないと思う。出る。赤まで行ったら終わんないんじゃないかね。なるほど。もしかしたら、ただ今200だから、そうそうそう、あと5回。100だとしたらあと5回ですね。そうそうそう、最低でも。あ、えい、緑。あ、いいんじゃない。あ、いいんじゃないですか。これで300。よしよし、いいぞ。いいんじゃないですか。おー、あ、これは多分、いや、嘘でしょ。赤で終わることはないよ、きっと。復活するって。あ、ほら。ただ青になっちゃったよ、ほら。今回は青。押し順がないから、もしかしたらチャンス役引いてるかも。あ、チャンス目じゃん。これでいくつ500か。でここで、縄文連覇っていうね、はい、ゼロゲーム連で3桁乗せが発生する可能性があるから、はい、ここのレバーは熱い。えっ、頑張って。ゼロゲーム連。あー、でもまだ、まあ、全然大丈夫ですよ。頑張ります。あれ大丈夫。嘘でしょ、ま、えあと200。あと200だよ。あー、終わってるー。どうすんのこれ。500ですよ。どう責任取ってくれるんですかこれ。視聴者の皆さんが今どんな顔して見ているか。500って、500すごくないですか。500ってなんですか。
いやすごいけど上乗せってことで考えればすごいけど500ってあーへこむポコさんなんとかなんないですか。もう一回チャレンジとか無理ですか。結構すごいですよこれ。だって頑張りましたよちょっと、ね、みんな。じゃああれじゃない、マリモさんワンチャンス、マリモさんワンチャンス OK。じゃあ私がダメだった代わりにマリモさんが700以上上乗せしたらプレゼントゲットですか。あれだってあのステマルの真似してくれたらやってもいいだってあなたがねステマルの真似したらやってもいいってあのほら こういうやつだよ こういうやつ。なにやりますよ。じゃあじゃあやりたいと思います。ステマルの真似、はい、はい、いきます。なんか可愛くなっちゃった。嘘。いいじゃん、やったからね。やったからいいじゃないですか。可愛くなっちゃったね。なんかな、ステマルな、もっともみあげすごいんだけどな。そんな詰めなかったんだけどな。さあ泣きの1回いきますよ。お願いします。私の胸を、はい、晴らしてください。 MC ポコミの胸を晴らして自分の商品をゲットしたいと思います。はい、やっぱ7揃えないとね。最初ね、7揃えないと500止まりで多分。ちょっとだから惜しかったのか。ちょっと7ずれてたし。そう一コマずれだったからね。じゃあ通常モードでいきます。よし、まず最初は気楽にいきましょう。で緑までいけばなんとかなる感じはするね。 60% ぐらいありそう。あ、最初から赤い。これで300。あと400です。赤い。おー熱いですね。400。お、すごくない。いけるんじゃないですか。これで500でしょ。これで私を超えましたね。あ、ほら500がさっきほら500で終わったじゃん。やめて。500だったら青いんだよ最初ね。え、ほら、あ、来た危ない。よかった。また最低額。じゃあ次超えたらですよ。じゃあちょっと、ね、力合わせっか。力合わせようぜ。マジですか。ちょっとここでさ、しゃがんでさ。ありがとうございます。軽くしゃがんでさ。マリオ先生ありがとうございます。じゃあ私とマリオ先生もやりましょう。どういう感じですか。あの、超えとくんで好きなタイミングで叩いてください。わかりました。完全にいいよ、好きなタイミングで。ここにかかってますよ。進化問われますよ。1年半のここだ。青い緑、赤までいかず、いたー、やりました。やったね。力合わせて。あ、よかったです。肩のに降りた。あ言葉が出ない。そうですよ、もうよかったですよ。じゃあ俺どこまで行くか続けてみるよ、このまま。何ゲームまで乗るか。私ですか。違う俺が何自分で言おうとしてるの。じゃあこれ俺こうやって戻ってな。ほらちょっとゴーホーム、はい、応援に回ります。、まあ、とりあえずこれであのクリアしましたけど、どこまで行くかお見せしたいと思います。800、チャンス役引いてみたいですね。まだ終わんないでしょ緑じゃ。あ、終わった。あー、でも800。800だいぶすごいですね。いきましたね。いきましたね。よかった、これで、商品ゲットでいいですか。マリオさんの欲しかった商品ゲット、はい、アンド視聴者の方にもプレゼントです。やった、ありがとうございます。おめでとう、ありがとう。はい、無事安心したということで、はい、よかった、本当ステマル見られて。え、そっち？それが一番ですよ、今日の収穫。なんステマルが見られないかったらね、はい、何のために名古屋まで来たのか分かんないもん。そこまで。あの冗談抜きで、ダイも、ね、楽しめてたし、何より、はい、僕と視聴者の皆さんにプレゼントを、ね、いただけたんで。いや、マリモさん2回連続ですか。ね、もう増えて家にいいアイテムが増えて実用品が増えてる。それよりもどうでした。大ですよね。大の感想なんですけど、まあ、私は結果的に、ね、マイナスになっちゃったんですが、初当たりは結構ポンポンと引けてたね。チャンスはもらえたんですよ。
でもちょっとそれはね、行かせなかったっていうのは残念なんですが、うん、ART 中に、うん、なんかね、戦モードにちょっと行って、うん、あー残念かなと思ってもまたこう戻ったりとか、ね、結構してこうループできたっていうのがあるんで、わかんないなと思いましたね。あれセット継続がその、まあ、トータルすると 50% 以上でね、こうポンポンつながっていくから、そこのループ率が良かったり、はい、あとは、まあ、打ち手の引きがね良ければ、はい、その1回のセットはちょっと小規模でもつながって100、200、300って、うんうんうん、で、まあ、その間にまたビッグとか引ければ、はい、さらにという感じになるし、マリモさんみたいにこう一撃でバーンって、うん、最初ね、出るっていう期待を持てるんで、あの最初の220っていうのがでかかったね。あれを取ったから、あれすごかったですね。あそこから一気にこうどんどん増やしてって、あれをまあやっぱベースができると、はいはい、そこから結構やらかせるかなと、うん、ちょもらったんですよ手袋、うん、貸してもらったやつ、あれ、うん、家帰って捨ててください多分どうせ私どうしますって聞いたんですよ、この手袋、うん、どうしましょうって言ったら、持ってってみたいな話されたんであ、いらねえんだなって違う違うそれは持って帰って匂い嗅ぎたいですけど、一、はい、回も渡しちゃったもんね男が返せって言えないじゃないですか。なるほどね、優しさですね。家帰って捨ててくださいいらねえだろうからいやいや、私今度スロット打つ機会あったら、うん、こうはめて、うん、有馬さんを感動させたいと思います。わかりました、はい、楽しみにしてます、はいはい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はいはい、というわけでね、次回はあるのかな、わかんないけども、また次回があったらよろしくお願いします。じゃあねー、さよなら。視聴者プレゼント、抽選で5名様に出演者のサイン入りオリジナル缶バッジをプレゼント。必要事項をご明記の上、ポコパチアットジャンバリドット TV までメールでご応募ください。さらに今回は最終ゲームに成功したので、抽選で1名様にこちらの豪華賞品をプレゼント。どしどしご応募ください。乳銀インフォメーション、戦国パチスロ花の刑事行く先は飯歌舞伎物の宴の実機シミュレーションアプリが公式モバイルサイト乳銀エキサイトランドにて絶賛配信中。いつでもどこでもスロ刑事を楽しもう。